大東大学は工学部、建築学部、情報学部の3つの学部があり、教員の約半数は大手メーカーなどの企業出身者です。現場での経験から実社会で本当に必要な知識やスキルの習得を重視しており、就職率は 98.6% を誇ります。機械に関することを幅広く取り扱うっていう学科で、これが流体の実験装置になっていて、中に粒子が入っていて、粒子にレーザーを当てることによって発光するんです。それをハイスピードカメラで撮影することによってこう可視化するっていう装置になっています。楽しいです。卒業した方がこの建物の設計に関わったっていうのも聞いて、実際にここで学んだ知識が職につながってるっていうのをダイレクトにこの建物を見れば分かるっていうのに気づいて、ここで学びたいなと即決しました。ゼミの先生がラジオ局に勤めておりまして、ラジオパーソナリティだったりされている方で、その人の企画として我々生徒たちがラジオの企画をやりますので、人にインタビューする力だったり企画を作る力も養われるので、自信にもつながりますね。大東大学で私たちと一緒に学びましょう。お待ちしてます。